読みに行くことが決まっており天国はただ神々の住まう領域に過ぎなかったヤハウェ唯一進論を取る古代イスラエル国家も同様の世界観を共有していたが、紀元前6世紀のバビロン補修によって、ユダヤ教にゾロアスター教の教義である死者の復活の概念が取り込まれた。当初、それはイスラエルの再建という地上への復活と考えられたが、 天に召し上げられた絵の具、エリアの逸話を拡大解釈し、天国での来世を創造するに至った。ヘレニズム時代のユダヤ教の天国は、未来英語仲間の霊魂や天使、神と共に過ごすという、ぼんやりしたイメージの世界だった。紀元前一世紀に、フィロの表した、旧約聖書外展、ソロモンの知恵の天国観は、 聖書とプラトン哲学の霊魂思想を展開させたもので、後のキリスト教思想家たちに大きな影響を与えた。天国を見つめるダンテとベアトリーチェキリスト教の教理では、最後の審判以前の死者がどこで、どのような状態にあるのかについて、各教派間の統一見解を得るに至っていない。ダンテの新曲では、地球を中心として、同心炎上に、 核優勢の取り巻くプトレマイオスの天動説宇宙を天国界とし、構成点、原動点のさらに上にある思考点を構想していた。神の王国を指して天国とすることもある。ヘブンは約千年前に神がおわす場所としてキリスト教家された。それ以前はドイツで話されていた小作戦語で空を意味するヒーベンであった。イスラム教における天国は 心境を貫いた者だけが死後に衛生を得るところとされる。キリスト教と異なり、イスラム教の聖典、クルアーンではイスラームにおける天国の様子が具体的に綴られている。ヒンドゥー教ヒンドゥー教では、デーバーカが天国に類似する。仏教仏教の世界観は、ヒンドゥー教と起源を同じくしており、デーバーカに対応するのは、天部や天人が住む点である。 これは、六道最上位、つまり人の住む、第二位の人道の一つ上に位置する。しかし仏教では、神々すら、輪廻天章に囚われた主上の一部に過ぎない。それら全体に対し、輪廻天章を超越した行為の存在として、仏だが、仏だの世界として浄土が存在する。日本の仏教では、そもそも、天国とは言わず、 この対立構造において、キリスト教的な天国に相当するのは、浄土である。極楽浄土とも称される。蒸気のような用法から転じて、そこで暮らす者にとって、理想的な世界、何に煩わされることもない快適な環境も指すようになった。類義語としては、楽園が挙げられる。スパイ天国、野鳥の天国などのように用いる。A.B. 工事園第5版。 ABCDFG デジタル大事船 AB マクダネルラング1993ピアニッシモ3543いわゆるスパイ天国論に関する質問から参議院2018年5月12日閲覧ありがとうございます